はい、ようこそ豚猫ゲームチャンネルへ。豚猫ゲームチャンネルです。豚猫です。どうもです。アニマルシェルター、シミュレーターアニマルシェルタースイッター、続きやっていきましょう。ちょっとねやったんですけど、まあこれかな、前のやつをロードしとこう。ちょっとねタスクをクリアしなきゃいけないんですけど、そのタスクがねまだ終わってないのね。DLC を購入してね、子猫と子犬が飼えるようにはなった、飼えるじゃない、助けられるようになったんですけど、あとワニがやっぱ出るです、らしいですね。おめでとうございます。次のシェルター評価レベルに到達しました。新しいアイテムがアロノクされてますって。レベル1すべての建物を購入する。まあその前にだ、ちょっと猫の写真を撮って、ちょっとね評価とお金がちょっと欲しいから、はーい、写真撮るよー。はーい、落としちゃった。はーい、撮るよー。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。はい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 、こっち、はい、こっち、はい、まあいいかな、こんなんで。ちょっとフォトスタジオをね今後予定しているので、で、うんちとかは書いてある。水も大丈夫。あ、ちょっと撫でとくか。うよるるるるるー、シュ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 、ダメだ、あまり意味がなかった。うん、クッキー欲しいって言ってるけど、いいや。さてと、こっちには何があるのかなっていうのは、まあちょっと置いといてだな。拾ってどうしようか。まあいいや、一応中身をちょっと出しておこう。で、回収しておこう。すべてを取る。ただ、まあ、ちょっといるか、いらないかって言ったら、あんまりいらない道具ばっかなんだよね。おっと。おっと。ほい。で、ちょっと犬たちの様子を見に行こう。はい、アイワンコたち元気？お、うんち。うんち。はい、うんち。はい、と。ワンコたち元気かな？それぞれ様子を見させてください。よし、OK。はい、OK。君たちの写真をもう常に撮ってあるから。あとはもう。レベル1のすべての建物を購入して次のランクに行きたいとこなんですけどね。犬たちのギャラリーじゃないな。これはもういらない。フォトスタジオがないとね綺麗に撮れないから。多分木曜日多分木曜日。よいしょ。じゃあ、ちょっとザラー、あ、猫しかいないね。新しい家族を探す。宣伝、写真を投稿。ちょっと待って。にゃんっていい写真。名前見たら、フレディか。フレディの家族をまず探していこう。いっぺんにやるとね、ちょっと大変な。にゃんっていい写真。はい。これは子猫マークですね。今、アップデートで、子猫が、ちょっと、詳しい情報を見せてください。物静かな犬で、静かで動物が、子供が好きと。なかなか無理な調合してくるな。お、なんだに？ここら辺は OK、OK。で、不器用だけでユーモア、ただの面白い。その辺はないね。あとはまあ家の状況かな。この辺だね。8、7。ん？リンロン。うん。あー、ダメだね。はい。はい、却下です。はい、却下。はい。
はい、却下。うん、あ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。あとは、まあ、お家の状況だね。はい。よいしょ、何かな。今、台風来てるからな。本番か。よいしょ。はい。よし。まあいいでしょう。お時間。あ、却下です。却下。はい、却下、却下。はいはいはい。この辺はまあ、好ましくない特性ですね。却下です。はい。はい、却下、却下。来ないね。今のうちに、じゃあ、猫も募集しとくか。はい。なんか微妙そうだな。微妙そうだな。適した子がいない。新しいを探す。アップロード。はい。オッケー。はい。で、よし、フレディ来たよね、フレディ。フレディのお相手を探しましょう。はい、はい。この辺はまあいいとして。あとはまあ家の環境をちょっと見させてください。ね、続いてこっちも見よう。はい、はい、はい、いいですね。どうですか？あ、時間が、はい、ダメ。はい。時間がないはやめてください。入ってきて、はい。お金がどんどんなくなっていっちゃうね。あ、すぐ帰ってくるから、この辺は。お、猫が来てる、猫は。じゃ、ちょっと猫見に行くか。詳しい状況。ラッキーのね。子供好きではあるから、あとはまあ家の状況さえ合ってれば、まあいいでしょう。で、フレディ。ああ、いい。あ、家がちっちゃいのはダメですね。家は大きくないとダメです。却下です。パトルシア・シンプソンさんですね。あ、パトルシア・シンプソンさん。まあいいでしょう。お家はどうなのかな？ちょっと確認させてください。まあね、適したところより、行ってもらうにはね、そういう風に見させていただきますから。どうですかね。大きいお家。あ、いいですね。いいですね。はい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 。いいですね。はい。じゃあよろしくお願いします。で、パトリシア・シンプソンさんは、どれ、あ、時間がない。時間がないし、家は広いけど。はい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 。お願いします。はい。そろそろ来るかな？はいはい。ラッキー、出所出所。出所ですよ、ラッキー。ほら、おいで。さあ、行こうね。新しいお家待ってるからね。新しいお家が待ってるからね。バイバイ。猫の場合はちょっとね。別れを惜しむみたいななんていうところがないから犬の場合は哀愁漂う感じがねするんだけどね。はい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 、いいでしょいいでしょいいでしょ。はい、はい、素晴らしい。あ、オッケー。ちょっとうんち。ちょっと多かったな、うんちが。ほい、おい、砂。さてと、次の猫ちゃんを、ちょっと待ってよ。この辺なんか汚れてないか？気のせいか。ちょっと湿ぼったく見えたんだけど。よし。
まずはね、こうレベル1、すべてレベル1の建物を建てるというところからね、始めていこう。子犬一応ね、確認したんだよね。1個の建物、小さいレベル1の建物でも、3匹、3頭いけるので。よし。ここかな？違うわ。アタムロード。却下ですね。はい、却下です。せめてね。あ、リンロン行ってますね。リンロン。はいはいはい。あとは、お家の状況を見させてください。あ、まあ、うちの状況がね、これって結構条件的にはね、結構まあ、楽な条件ですから、これは。あ、時間がない。時間がないと。なるほど。却下です。はい。却下です。はいはい。力持ちではないです。まあ、ひょうきんではないし、おもちゃ大好きでもないですからね。とりあえず行かせてみましょう。あとはまあ、あれか。じゃもう一匹をちょっと、より詳しい状況で、アップロード。アンナかな。アンナ。はい。どうだった？時間がある。よし、いいでしょ、いいでしょ。あ、ダメだね。寂しがりの家ですね。ペットとしてあまり適して、いい感じではあるんだけどね。却下です。むしろ、アンナ連れてった方が良かったんじゃないかな。あ、でもアンナはあれか。子供がいないとダメなんだ。子供がいるうちじゃないと、飲ましくないので。とりあえずまあ見に行ってもらうか。間違えちゃった。アンナ、より詳しい状況。時間がないのでダメです。ペットに対して時間がない人は、まず来るんじゃない。ペットを飼うのに、構ってやる時間がない人が来るんじゃない。時間は OK。一人だけど、まあ、あんな自体はそれはないから、まあ、あんまり、条件としてはあんまり良くないけど、まあ、いいでしょ、とりあえず。え？バーバラ・ブラボー。バーバラ・ブラボー。うっす、うっす、うっす。はい、アンナ、フレディ。フレディ、アンナ、よし。アンナ、おいで。連れてくよ。ほい、行くよ。え、なんかすごいどんどん聞こえるんだけど。なんなんだ。怖いな。霊障か？犬の場合はね、もう哀愁たで。あれ、置いちゃったですね。そう。はい、行ってらっしゃい。なでなでできる。猫はできないからね。バイバーイ。よし、まあいいでしょ。お金も入るでしょ。ちょっとフレディが、うんち。フレディのうちこっちか。あれだな。小屋がない、まあ、小屋なくて別にか。おいでおいで、おいでフレディ。そろそろ君は、ご飯とか食べた方がいいんじゃない？すげえ、なんか、なんだな、このどんどんなるの。
あ、キャッカー。バーバラブラウン、キャッカー。宣伝未宣伝。アップロード、フレディ。はい、フレディ探して。はい、写真が増えちゃったから。アナの写真は、バイバイ。はい、バイバイ。ファイリングとかできればいいんだけどね。これなんだ。お、ジョナサン・ロードさん。ふむふむ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 ふむ。ただまあ、お家が広くてお庭があって時間がある人。家はでかいくせに庭もでかくて、そして暇人っていうね。あ、時間はある。庭がない。家が小さい。却下。却下です。お、どれ？ピーター・ホイット。ラブ。信頼できる。大きな膀胱がある、排泄が少ない。まあ、そこら辺はこの辺はあってますね。あとはまあおうち問題が解決できればいいんですけど、はい、却下です。庭が、庭もなければ家も小さいと。はいはい、この辺はまあクリアしてるから大丈夫でしょう。まあ、こっちのペットにとって、環境が悪い場合があるけどね。この人は寂しが、ペットがいればきっと嬉しいでしょう。そう、なんか、あ、ダメだね。ちょっと変わった家なんだよね。こう、別になんか構ってくれなくてもいいし、みたいな。面白くて、で、まあ、忠実で、で、退屈になりやすいけど。はい。ダニエルズさんどうかな。ダニエルズさんは、あー、却下です。はい、却下です。はい、稼ぎます。はい、忠実でね。あー、あ、ダメだ、却下、もともと却下だわ。却下、却下、却下、相性悪いわ。うん、フォトスタジオがね、今ないんですよ。ドンってな、これのとか、ん？あ、お、ぶつかる音か。私がぶつかる音がどんどんいっちゃうな。何？オラフガザ、ガルザ。なんかすごい名前だな。オラフガルザさん。ガルザくん？イエーイって感じ。イエーイピース。そこまで自分をアピールするかい。あ、時間がない。時間ない。お、フィリップ・ブライトさん。うん、フィリップ・ブライトさん。なんかだいぶいかつい人が来ましたね。はい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 、オッケーです。はい、オッケーです。他、オッケーです。はい、オッケー。よかったね、フレディの子供が見つ、子供じゃなくてお家が見つかったよ。よかったよかった。いやー、よかったよかった。どこ行った、こっちか。ほら、行くぞフレディ、おいで。お家が見つかったよ。さあ行こう。よし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 。はーい、じゃあね、元気でね。もう戻ってくるんじゃないよ。バイバイ。おい、よしよし。あ、一応土日は休みなんだ。さてと、ゲームが保存されました。
メールが来ています。ありがとう、ありがとう。はい、よし、OK。お金もらったから、よーし、じゃあ、フォトスタジオを作ろうと。簡単に、まあ、ゴミ箱を、ここに置くとあれか。フォトスタジオ、お金、え、お金が足りない？そんな、え、そんな、え、マジでお金足りないの？そうか、拡張チケットがあるね。どっちかに拡張するか。じゃあチケット2つあるし、どうしようかな。やっぱ一番は奥に拡張してった方が、多分今のところこの辺は空いてるから奥に拡張していくか。二つあるし。で、拡張チケットで。もう一個。拡張、はい。よしよし。これで広くったね。で、犬猫の厩舎の、厩舎犬猫のこうね、施設がだいぶ整ったんじゃないでしょうか。よし、こんなもんだろう。で、そうだな、届いた犬に対しては、こう、いろいろするのは、まあ、ここでいいと思うんだよ。倉庫とゴミ箱をちょっとこっち持っていくか。で、この辺はまあいいとして。病院施設。これを割とね、セットにしないと。まあ、ぶっちゃけよ。ぶっちゃけ。この辺でいいや。別にここにこれがなくてもいいんだな。ペットの管理もしなきゃいけないから。写真管理とかあるし、そうだな。これはまあ。ここでいいかな。この辺で動きを一人かな。で、まあ、余裕、お願いした分のやつを、まあ、届けてくれるのが、この辺に行って。緑、4000って結構あるな。もう、犬を2、3匹。里親に返してあげないと。ダメっぽいな。じゃあ、ちょっと。受け入れするか。ちょっと、洗わなきゃいけなくて、わぁ。シェルターが条件満たしてない。あ、子犬ね。狂犬。あ、なるほど。こういうのもいるのか。あ、そ、入り口が変わったんだ。あ、入り口が変わったんだった。ちょ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 。こっちか。ちょっとダメだな。入り口がやっぱ、あれだな。おい。状態が良くない？あ、すごい。なんかブチブチしてるように見えるんだけど、気のせいかな。これはただ単純にブチ犬だだけか。おい。シリンジでちょっと、はい、ごめんね。ちょっ、さてと、そうそう、これこっちがだけ。あー、やっぱダメだな。事務所は近くないとダメだな。
健康ですか。健康、あ、そう。ついでになんか今のうちに、そうだな、フティの写真を消しとこう。なんか受け入れ、なんか迷子の犬の受け入れがあったね。いや、他の、いや、迷子犬の受け入れ、ついでに今のうちあれだ、ちょっとシェルターでこれ移動しよう。あ、行く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 、今から行く行く、ちょ待ってて、これはまあ、間違えた、行く行く、ちょっと待って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 、ちょ待ってよ、これはまんないんかい。中に動物がいるから動かせない。まあいいや。はい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 。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。あ、お腹減ってるの、そうか。キャットドッグ。君は、別に。ちょっと待って、君汚れてない、だいぶ。先にちょっとそこで食ってて、ちょっと先に先約がいるから。ちょっと状況見るか。あ、ピンセット、はいはい、ピンセットね、はい。はい、ウィーン、ぐる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 、ピッと。はい、ペ。はい、以上。あとは、まあ、あれだね。体を洗ってあげる。はい、洗うよ。こっちこっち。これ逆の方がいいな。よいしょ。まずあれか。水で洗うのか。あれ？じゃあ。これは汚れてるの？ブチ？ただ単純にブチ？よし。ほい。ほらよ。シャンプー。あ、ショコショコショコ、高級な高いやつにするのもあるんだからね。シャイ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 、はい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 、犬って、いや、お利口さんの犬はいいけど、こうだいたいこうバシャバシャするからね。犬洗うの私あまり好きじゃないんだよね。でも犬洗わなきゃ臭いから、犬は。猫はね、臭くなることないんだけどね。犬は臭くなっちゃうから。はいはい、ジャバジャバ、はい、ジャバジャバ、はい、ジャバジャバ、はい、だいたいこの泡をね、除去すればね、いいから。おい。はい、ドライヤー。あとね、この施設買った時にもうすでにドライヤーとね、スポンジとか全部ね、あるからね、買い足すなんていいのに買っちゃうからね。間違い。はい、はい、はい、はい。うるうる、あれ？全然だね。どこがどうなってるのかちょっとよくわかんないんだよね、これね。どの辺が濡れてんの、他に。顔？やべ、わかんねえ。これ時間かかるぞ。てか、君、目開いてないね。気のせいかな。この犬、目が開いてないぞ。大丈夫か？あ、大丈夫か。ほい、さてと。とりあえずドッグランに連れてくか。ほい。え、飼い主が
飼い主がいないと。はい、おいでー。だいぶ汚れてんね。こっちはなかった。そういえば前事前に洗うってなかったな。アップデートで変わったのか。前なんか普通にシャンプーかけてなんか洗い始めちゃったような気がする。柴犬みたいな顔してるね。海外では柴犬すごい人気だからね。おお、よよ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 よ、はい。なんだ、何ドキャンって。はーい、綺麗になってね。はいはいはい。はーい、よしよし、はい、よし。ドライヤーがなんか、簡単に乾かせるドライヤーねえかな。なんかこのテカリがなんかなくなればいいのか。感じ的に。いや、足の部分むずー。難しい足の部分。はいはい、分かってます分かってます。よし、 OK。 はい、だいぶ君はテクスチャの薄い犬だね。はい、ここにいて。ちょっとね、ちょっとお水足りないかな。フック。はい、じゃあちょっとしばらくそこにいてください。あれだな、やっぱ敷地が広くなったはいいけど、なんかうまく使い切れてないな敷地を。建物が小さいからね。みんな土地はでかくなってくんだけどね。その何メッセージ、はい、既読シェルターの部分。がシェルターからシェルターへ、ハンクの真、誰も知りません。ハンクは健康的でいる、まるでシェルターになんていたことがないくらい、あら、結局新しい家探さなきゃいけないの。なんか引き受けたことになっちゃったよ。飼い主から電話があった場合はっていうのが書いてあるけど、連絡あんのかな飼い主から。はいはいはい。なんかまた汚れてる。ちょっと待って、先に君はきれいにした方がいいかな。先にちょっときれいにしよう。
同じような犬が来ちゃったな。ちょっとしみるけど我慢してね。あ、違うわ。お、壊れちゃう壊れちゃう。こんなとこに置いたら。むしゃ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 。まあ待ちなさい、まあ待ちなさい。はーい、綺麗になるよ。はーい、これドライヤー難しいな。もうちょっとドライヤーのこのドライヤー範囲を広げてほしいな。これね、下手をするとクリアできなくなっちゃうからね。これどこ？他は。よし。病気ではなさそうだな。病気の時は鼻から蜜がジュルジュルジュルっていうね。包帯で良さそう？包帯、包帯、包帯。包帯、包帯。はい、くる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 、はい。うんち、腹減り、お腹減り、喉の渇き。お、呼んでる呼んでる。なんだなんだ。そうだ、喉の渇きはいいとして、ほい、よいしょ、はい、どうぞ。よし、撫でてやろう、撫でてあげよう、撫でてあげよう、撫でて、よし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 、まあいいだろう。どうだい、ベイビー、ベイビー、ベイビー、大丈夫？よし、バビーも、バビーもこっち行こう。バビー、はい、バビーこっち。どっちがどっちかわかんないな、これだと。低予算ドッグフード。よいしょ。すでに持っていたのか。ワンワンワン、よし、もうちょっとしたら君は連れていけるからな。あれ、どの犬が連絡あるかもしれない子だっけ。君だっけ。通知ではないし、連絡とか来んのかな？何の音なんだ？チャリーンってたぞ。あんまり聞いたことない音がしたぞ。電話がかかってくるかもしれないって言うけど、事務所に電話ってないよね、確か。この事務所電話ねえよな。電話買うか。あ、そうだ、これだ。チャリーンってあったの、これだ。シェルター編集モード。電話なんて売ってたかな？拡大は？拡大。ズームイン、ズームアウト、こちらへ。はい、よいしょ。電話なんてあったかな？家具。オフィス家具。コンピューター。ないでしょ。医療テーブル、そうだな、あれが欲しいな。
こっちのオフィスにコンピューター置けるとこないかな。ないか、ギリギリ。あ、いや、この治療台をひっくり返して、こんなん飾りだからな、これは。で、これにコンピューターを。すごい、これいじりにくいな。ダメか。置けにゃか。ここは？あ、ここ置ける。置けるけど？置けるけどだな。こっちに置いた方がいいな。なぜか知らないけど、このカーペットがこの辺にあって、ね、待合室がある。まあいいや。汚れている。わあ、年齢にしてはスリム。スリム。アイビーだ。アイビー。君か。でもこう、なんだ。シェルターからシェルターへ。前の所有者は、彼を家に残し二度と戻ってこなかった。もし隣人がいなければ、まあ調べた。シェルターからシェルターへ。シェルター暮らしは長いのか。じゃあまあ、とりあえず、まあ、猫も受け入れとして、猫、この犬ちょっとかわいそうな感じがするんだよな。うわ、ちょっとおデブな猫だね君。鼻水とか垂れてないし、状況は良さそう。とりあえずここに入ってもらって、お主のちょっと状況を見させてください。飯、ちょっとクリーニングした方がいいかな。ブラッシングして、はい、まあそこにいてくれ、とりあえずは。写真撮らせて。間違えた。写真をじゃあ撮らせて、写真を撮らせて。はい、写真を撮らせて。よし、これでいいだろう。なんだこれ、絆創膏か。どうも他の子、この親？移動させたから動機がずれてんのか。移動させるときはなんかあれだよな。本当はなんかいろいろやった方が良さそうな。
中のロゴ移動させたりとかする。はいはい、どうした？ああ、モップがけ、モップ持ってたかな。今モップは持ってないだね。ちょっと待ってね。何やってんのそこで。これほうき、モップ、モップ。モップはもう自分で持ってた方が良さそうだな。おしっこか、おしっこ。ドッグランの方に連れてくか。犬の種類も増えてくれればいいけどね。確かドッグランの方には置けるはず。よしよし。あ、君たちをちょっと写真を撮らせてください。はいはい、間違えた。はいチーズ。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、うんちある。はい、ちょっと、はい、ちょっとそこの芝県。はい、うんちと一緒に、はい、うん、写真写りたがりだね君。おいでー。ほら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 、ファク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 。よし、こうやっていいだろう。間違えちゃった。これポラロイドカメラらしいんだけどさ、全然ポラロイド感ないよな。はい、ピューピューピュー。ほらほらほら、行くぞー。ほいほい、はい。遊びたい犬を押す。ほい。あ、違うわ。ほい、行くぞ。ほら。あれ？よし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 、あら、撫でられなかった。よし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 。君は今ずっとそれカミカミしてるんだね。モップとほうきは持ってっても、ほうき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 汚れるほどなんか汚れた記憶ないんだよね。どこが汚れてるかそもそも分かんないんだよ。この辺？この辺？分かんねえ。どこ汚れてんの？よし、やろう。ちょっとレーザー使って猫遊んでやろう。どこだ？こっちか。施設のためにな、施設のために。あ、遊んであげるよ、遊んであげるよ。ほら、レーザーだ。ほら、ほら、取りに行け。ほら、ほら、ほら、全然興味ないのな君。うどういうこと？健康状態が下がってきている。ちょっとこれはまずい。君、あれもしかしてこのままだと病気になるタイプでしょ。待ってろ。嘘。どういうこと？ピンセットか。これな。よし。
よし。大丈夫そうね。なんかでも向こうでなんか病気になった犬がいるらしいからちょっと大変だな。もう犬の里親探す時間が全くないよこれじゃん。誰が病気になったって？お前か？お前か？お前か？お前だな。どうした？どうした？どうした？あれ前鼻水ジュルジュル流してたのに今鼻水鳴らさなくなった？あ、出してる。鼻水出してる。ちょ。ごめんね。ちょ。鼻水出してるわ。病院施設アップグレードしたよな。この往復があるから。あ、来た。あ、来た。錠剤。錠剤。錠剤持ってたかな。ちょっと向こうに見に行くか。あったかな。薬に入ったシリンジ。錠剤。あ、お食べ。普通は餌に入れて食べさせるもんだけどな。元気になりましたね。よし。もう一回ちょっとね。運動しててもらってすぐには腹減らないからとりあえず運動させておくよ。よしよし。やっぱこの距離のこの往復が大変だな。施設広げちゃうとな。どうしてもな。さてと既読にします。さてと宣伝するよ。ハック。ああ、ダメだ。忘れてた。はい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 。はい、1。はい。あ、それ全然関係ないやつだった。2。はい、3。はい、呼んでいこう。これはいらないやつ。ふく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 。ちょっと一旦このシェルターじゃなくて写真ギャラリーからこれいらないやつ。来たかな。ああ、来てって。よしよし、どれどれ。どれどれ。ベッドにさ、あれ、ちょっと、この子特性がなんか、変わってますね。騒がしい、勇敢、早食いチャンピオン。これ、従業員やってなくても、多分、この状態だったら多分、騒がしい、騒々とか、環境関係ないから、でも一応まあ見とくか。多分関係ないと思う。特にこの辺関係ないもんね。なんか増えた？もしかしてこれ。案外なんかもっと他にいい人いそうな感じがしないでもない。まあいいか、この人で。普通はこれぐらい難しいもんだから。
これ違う、間違えてた。ジュリエットだった。ジュリエット。はい、ジュリエット。はい、ジュリエット。ハック。ハック。ハック。この位置はダメだな。やっぱ、こっち側に倉庫持ってくるんだな。どっちの犬だ？お前か？お前だな。ほい、行くぞ。犬種ダルメシアンかな。でもダルメシアンにしてはちょっと、なんだろう、ずんぐりむっくりしてんだよね。ブチ犬ってだけか。バイバイ。よし、新しいお家が見つかってよかったね。バイバイ。シェルターに電話ないから。はいはい、よし、OK。びっくりしちゃったな。ジュリエット。ジュリエット、詳しい状況。眠い、罰顔、一人。おうちの時間か。おうち時間が合う人、なかなかね、難しいよね。静か、まあ、おうち時間ちょっと 見たいかな。どっちかどっちだよね。時間よし、家がちっちゃい、はい、却下。はい、はい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 、よし、OK。あとは、大丈夫そうだね。はい、OK です。猫、飯食ってないな。ご飯ないかな。ちょっと見に行こう。まあ、なんだろうね、こう。あ、そっか。飯ないわけだ。ここじゃ飯食べれないもんな。はい。あと、飯がねえや。あばーあば。食って。よいしょ。で、こっちか。はいはいはい。どこにいるかな？ジュレット？ジュレット、行こう。一匹いないなと思ったら奥に遊びに行っちゃった。はい、バイバイ、ジュリエット。お達者で。じゃあね、どう見ても柴犬だな。それじゃあ、オッケー。はい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 。下がってるうんちだ。水がちょっと必要かな。ライペイ。ライペイ。普通の猫。猫。うわぁ、こいつ難しい。こいつは難しいぜ。この猫の引き取り手はなかなか難しいぞ。うわ、これも難しいな。これは難しいな。子供が家にいると嫌だが言ってるけど、もうすでに、頼みに来てる人子供なんだよな。この家に大人しかいないと。いや、まあ、時間がなくても、このね、部分は妥協しなきゃいけない部分だから、もう一致します。はい。これは妥協です。これ妥協しなきゃね、一生探してもね、見つかんないからね。本当はね、全部条件当てはまった子をね、探してあげたいけど、なかなかね、最後の一つのピースが当てはまらなかったりっていうのがあるからね。まあ、これはもうね、しょうがないよね。ごめんね。なかなかうまく当てはまらなかったよ。バイバイ。時間がない家だけど、あとは全然大丈夫だから。
応メールは来てるからな。どうだった？さてと、最後の一匹か、うん、シェルター、どうですか、どうですか、行きましょうか。にゃんていい写真。一応こう猫、これ子猫ですね。子猫、子猫に子犬ですね。子猫欲しかったですよ。うんち度が低下している。ここスキルか。いやー、トイレはあれだぞ。お水あげるよ。よし。何考えてんのかな。あー、遊びたい。よし、遊びたいか。遊ばしてやろう。さっき遊べなかったからな。遊ぼうか。はい。よし。おー、ビュー。ほらほら、行け行け。ほら行け。ほら、なんかあそこに落ちてる。取りに行こう。はいはいはい、よし。満足か？はい。クッキー。なんか落ちてるぞ、ここに。砂袋だな。さてと。どうだったかな？詳しい情報。これは厳しいよな。まあ、当てはまらなければ OK って感じだよ、もう。なんだ、ここさえ良ければ。もう一人いたでしょ。不器用だけどユーモアとか、まあ。ちょっとこの家も見に行くか。どれ、犬がいるな、却下。どう？あ、犬がいる、却下。いや、これ難しいな。まあ、家がでかくて、犬猫がいなくて時間がある人か。まあ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 。まあ、どう？たまった？お金。よしよしよし。オフィスアップグレード、フォトスタジオを変える。ようやく変えるぞ。フォトスタジオを、ズームアウト。フォトスタジオを、じゃあこの辺くっつけとくか。とりあえず。本当はなんか、この辺に置きたいけど、ね、綺麗にしたらすぐになんかフォトスタジオに連れてきたいから、とりあえずここにフォトスタジオ置いて、じゃあいいか、こうして、こうして、こうでオフィスを、入り口に置いとくか。なんか今のところなんかハウジングじゃないけど、こう
なんか綺麗なこう見た目の施設にするっていう、そういう余地がないね。まあこうそうだな、ぶっちゃけなんか遠いんだよな、なんか連れて帰ったりとかするとき、やっぱこれを奥にしかも奥に持ってって、これはこっちだよ、やっぱこれをこの倉庫いるかいらないか、ゴミ箱意外とね使うからこの辺だな。ちょっとオフィスをちょっとじゃあこの辺にしとくか、すごいこの辺スペース空いちゃった。よし、で、あそうだ、なんだメール来てた、なんだそうか、タスククリアしたからお金が入ってきたのか。じゃあちょっと、はい、ほう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 、まあ、この辺は大丈夫そう。あとはまあ家の状況だな、家の状況さえ環境適応さえ合ってれば。でもまあ、まあ、時間、あーダメーダメー。せめて4つ中3つは埋めてくんないと。あ、ダメー。ダメー。ダメです。いや、全くダメだね。全然。いつの間にかもうこういう風になってるから。フォトスタジオ、病院、やっぱ大きくしたよな。ウォッシング、猫のマークじゃなくて犬のマークじゃない普通これ。猫洗わないから。今のところね。あ、ここにもコンピューターがある。あー、カメラ買わなきゃダメじゃないこれ。カメラがないです。その他カメラ、カメラないとね、やっぱインスタントカメラじゃん。もうじゃあこれからインスタントカメラはいらないな。よし、同じじゃん見た目、ダメ同じじゃん。ほぼほぼ。インスタントカメラなんか、どっか置いとくか。あ、でもいいや。倉庫に持ってこう。あ、いいや。事務所に置くか。あ、でも事務所の中置いたらもう結局なんか動きそうだけどな。長年愛用したインスタントカメラ。ダメだ。置けないな。この辺は置けないか。よし。ほい。長年愛用したカメラ。今度の目標はすべて、レベル2に変えると。うわー。うわー。犬用オフィスも全部レベル2にアップグレードしなきゃいけないの？まあ、土地自体余ってるから全然いけるんだけど、そうだな、お客さんの需要を満たすために、お、来てる来てる、ほい、あとあれだね、家に子供がいるとダメだね。ほら子供いるもん、ダメ。いやー、この子に最適な人を見つけるのすごい大変そうだな。いや、
結構長い間うちのこの施設にいそうだな、あの子は。はいはい、あ、子供いる、子供いるけど他揃ってる。なんだ、不便な環境、最適な環境がマイナスだとしても、まあ、不便と猫が思ってなければね、まあいいから、まあ、これはちょっと今回は却下です。うわ、惜しいな、実に惜しい。あ、で、そうだ、ショップじゃなくてこっちか、建物で新しい施設、その他のアップグレード、倉庫レベル、ゴミの山レベル1。はい、これね、猫と犬が、託児所が増えます。結構でかいんですよこれ。ほら、犬猫の託児所は結構大きくて、でしかも結構変わった土地の、なんだ、変わった配列してんだよね。ちょっとじゃあ猫だけだな今のところこの施設に置けるのは。なんでその、そこにスペースが空いてんだろうな。木でも置いといてあげよう。これで子猫が、迎え入れられるんだけれど、まずおもちゃ、スプリング付きボールを一つと、爪研ぎを、まあ、とりあえず一つと。で、子猫用のレーザーが必要で、衛星で、これが、ま、キッチンと子犬をきれいにするティッシュ。キチンとでしょキチンとじゃないの、キッチンと。それから多分、キッチンじゃなくて、キティだから子猫と子犬、パピー、キティとパピーをきれいにするって書いてあるのが、それがキッチンになってるんだろうね。これちょっと直してほしいところですね。キティだと思う、多分。普通に考えたら。これ、子犬、子猫用のやつですね。で、猫用トイレを入れましょう。猫用トイレ。なんだろう、子猫3匹置けるから、3匹分置いといた方がいいのかな。とりあえず3つ置いとくか、じゃあ。同じとこで知ってくれるとは限らんしな。イヤースティックよくわかんないけど、動物の耳を洗浄するやつね。耳っていうの漢字が出てないけど。衛生、薬、食べ物で、子猫用のためのキャットフード、高価なキャットフード、まあいいよ、別に高価でも。で、大きいフードボール、子猫用。で、いいのかな、これで。多分、これで多分、全員分。賄えるんじゃないかなとは思うけど。これ、あ、子猫もいけるじゃん。どうなんだろうな。これででかいのでいけるかな。ちょっとなんか悩ましいところだけど。これで、かわいいからね。これで子猫の、トーニーちゃんのやつやん。トーニー。子猫、あ、子猫、はいはいはい、はい。はい、受け入れ。普通に子猫、キティって名前の子猫来ちゃった。はい、かわいい子猫ですね。はいはいはい、連れていきましょうね。どうしたのかな。すごい、なんか、固まったね、猫が。来ましたね。はい、ちょっと待って。まあ、汚れてもいるね。先にまあ、ちょっと待って。あれ？カート注文してなかった。そんなに金かかったの？
めっちゃお金なくなったんだけど、一気に。トイレが高かったのかな。ここじゃない。こっちだった。猫用意したやつこっちでした。おい。めちゃくちゃ入るな。これ子犬子猫用だけど、普通に成熟したやつでも欲しいな。多分みんなでいっぱい食べるからとか、みんなで共有して食べるから多分大きいのでもいけるね。大きくなるとなんか共有しなくなるんだよね。ほうき？モップ？モップとほうき入れ替え。子猫フード、うわいっぱいになっちゃってる。おっとっと、これは大変だぞ。トイレから行こうか。あれ、これ猫用のゲージでしょうか。おい、やべ、トイレ1個しか置けないのでは。3つもいらなかったかと。砂袋を。よかった。うぃー、あ、もうなくなっちゃったか。糞袋はいいでしょ。あ、これ犬枕用だけど猫でも使えたかな。忘れちゃったな。これ犬用ボールだな。サッカーボール、なんでサッカーボールがあるんだ。よし、とりあえずこれでいこう。いや、とりあえず犬用だけど、まあ気分的に置いとこうか。クッキーじゃなくてこれ。おい、よし。ないね。よし。ゴミ箱は確かこの後ろに捨てられるところを作ったはず。で、ここか。ちょっと大丈夫かな。死なないかな。まずはブラッシング用に。おい、スイ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 、で、足のところがなんか怪我してるっぽいから、とりあえず出血はしてないみたいだから包帯でいいのかな。ちっちゃいね、それにしても。大丈夫かな。よしよしよし。なんか色悪いで、テクスチャのノリが悪いね、この猫。毛並みが悪いみたいな言い方で、テクスチャのノリが悪いね。ほらほら、どうぞ。ちっちゃいね、ちっちゃい。なんか最近ネットで見たけど、なんか捨てられる猫の確率が多いのは黒猫だっていう統計が出たらしいですね。なんかこういうアニマルシェルターにいるのが、なんか子猫はとか、まあ引き取られてない猫は黒猫が多いみたいな話ですね。
一匹の猫どうした、向こうにいる。あ、うんち汚くなっちゃった。砂袋はまだ残ったかな。あと残りは向こうで使っちゃおう。すごい泣いてる。よし。ここにも置いとくか。何をする予定だったっけ、あ、そうだそうだ、遊ぶためのあれがないぞ。あれ、なんか買ったような気でいて手に入れてなかったな。猫用のおもちゃ、ちょっとじゃあ別のとこから持ってくるか。この辺か。餌とかはね、いや、子猫用のためのフード、低予算キャットフードとか、この辺にどこか適当に置いとけ。殻じゃん、これ捨てられないかな、ここに。あ、捨てられるじゃん。持っていこう。正直あそこの施設あんま使わないから。ほーら、ほーら、すごいちっちゃいな、動きもあるな。どこだ。あったあった。爪研ぎ。子猫用のおもちゃもあればいいんだけどな。ほい。これでいいだろう。子猫爪研ぐのかな。うわ、すごいちょこちょこ決まってる。そろそろうんち知るはずだけどな。楽しさがない。楽しくない。すごい動き回ってる。子猫、あ、こけた。こけたぞ。あれ、どこ行っちゃった？引っかかっちゃって。これ、子猫だったら多分この隙間出てくるぞ。おいで。しょうがないな。じゃあ遊んであげよう。子猫用の、あれ？子猫用レーザー買ったはずだぞ、俺。ない。ごめん、なかったわ。これ、大型、あれ？引っかかるじゃん。子猫用じゃないんだけど、別に。遊ぶじゃん。ほらー、遊ぶじゃん。全然これでも。ほら。デザインが子猫用ってだけか？見た目の。ほら。よし、オッケー。よし、じゃあフォトスタジオ行こうか。ん？うんち知った？うんちじゃないか。フォトスタジオ行こうか。ね。そう、FPS みたいな感じになってる。はい。よし、写真撮るよ。どうやって撮んだ？どうやって使うんだこれ？こうか。え？映ってないよ。
映ってないよ。あ、コントラストって、上下左右コン、コントロールの上下左右、ロールじゃねそれ。露光コントラスト。あんま変わんなくね？変わってる？サイド。ビネットは？あ、全然、あ、一応ビネットかかってる。フォーカス。フォーカスオン、オフ、オン。ちょっとすごい。あ、いじりにくい。絞り、あ、絞り値。全然これ絞りが全然ダメだ。焦点の距離。これオフにして。これでどう？あ、ここ動かないじゃん。ちょっと、動かないじゃん、全く。そしてね、どうやって出ればいいの？これ。出方がわかんないよ。Y か？違うな。出方がわかんないよ。ちょっと待って。抜け出せないんだけど、どうしよう。終わるとかない？いっぱい写真撮っちゃってるだけなんだけど。終了ボタンはどこ？これはバグではもしかして。9押してる。あ、9は、これバグでは？あ、出れた。何？三脚拾う。三脚置く。拾う。置く。三脚、使えないのか。三脚の角度調整ができない時点で、クソでは。ずっと映ってるよ。普通にインスタントカメラで撮った方がいいじゃん。だって。この角度が映せないからさ。そして戻れないっていう。テーブル、後ろは白くていいけど。これさ。して写真いっぱい撮ったからいいけどさ、これがここね。まあいいんだけどさ、まずさ、これ向き、高さとか、これ調整、あ、高さを先に調整すんじゃん。これ目、何これ目って、あれか、多分これ。なるほどね。で、まず高さを調整してだね。ああ、いいね、いいね。これでこう見てるね。で、写真が多分もうこっちに送られてきちゃってるから、多分その写真を、この写真を消して、こう一つずつ。これは、フォトスタジオにさ、こう、せっかくその後ろのさ、白いとこがあんのにさ、違うな、体質でこのボタン、あ、違うな、ちょっとあれだな、こっちから動かすか。ちょっと待って待って、向こうからでもいけるじゃん。こっちもあるんだから、
違うね。これで、こういって、たったたった。やりにくいな。あ、これ上乗けられないの。そう。やっぱずらしちゃったじゃん。よし、オッケー。ん？いや、結局ずれた？最悪だな。結局ずれたんだろう。何のためのフォトスタジオなんだよ。こうか。こうか。せっかくだからね、子猫で。おいでー、キティー。キティおいでー。君の写真、いい写真を撮ってあげよう。おそらく、乗せた後、これを使ってインタラクトして、で、まあ、これ上げるでしょ？めちゃくちゃ、これいっぱいまで上げちゃった。はい、あ、回転もできると。あ、なんか被せられる。これなんでこう、ポーズ、後ろ側なのかな？おすましポーズ。色？あ、なるほど、下の色が変えられる。これなんなん？悪趣味だな。なんだこれ。顔がわかんないのにさ、なんか何顔の方でやってんのかな。いろいろつけられるみたいだけど、うん、これでいってみよう。何つけてんの？怖い、この猫。この猫怖い。目の輝きがない。なしという選択はまずない。拡大していってね。うさいくな猫だね、子猫ちゃんだけど。そう、こうなんか目が死んでるんだよね。生気を感じられない。このなんだ、猫の目のテクスチャーに輝きがないって。フォーラムに送るか。死んだような眼差しなんですけど、猫がって。来てるかな。あ、来てる来てる。より詳しい状況。さあ、お家の条件があってくれよ。お金がないんだから。あー、ダメだねー、ダメだねー、ダメだねー。さあ、家の状況さえ良ければ引き取ってくれ、頼む。あー、猫がいる。ダメ、却下。はい。ダメだね。なかなかやっぱ会う人がいないね。あ、もう全然ダメ。全然ダメ。却下。ここのうちは？見に行かせてみるか。
がちっちゃいけどここら辺が合ってるから送っちゃおう送っちゃおう。子猫アップロード、はいブスブスあーあ、来た。いや、ブスーだなー。一緒。さあ、来たよ。よかったね。見つかって。君のお家だよ、新しい。ちょっと家はちっちゃいんだけど、まあ、犬猫いないし、ね、いいでしょ。家がちっちゃいっつってもね、まあ、猫からしたらね、大きいもんだから。さあさあ、あとは子猫の条件をちょっといろいろ見ててあげましょう。子猫は早いでしょう。どう？お子さんがいればなぁ。てか、君が子供なんだけどね。君が子供なんだかなぁ。ここは？あー、でも却下だなぁ。あなたも一人か。却下だな。却下。ここはどう？一応なんか特性としてはまあまあ、好ましい特性ではないけれど、時間と、ああ子供がいない、もう静かで、ああ、信頼できる。不信感。まあ、このうちでどう変わるかだよな。あ、お子さんがいる。お時間が合えば、連れて行きますよ。お時間が合えば、どうですか？あ、時間ない。今回は却下ですね。ここ却下ですね。なかなかいないですね。あ、時間がない。時間がないのにペットを飼おうとするんじゃない。欲しい人来い。まあ、あ、これ合わないんだよね。そうそう、今いる子ね。はい、お断りです。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？あとはもう時間さえ合えば、ぜひとも。ぜひぜひ。あ、いいですね、いいですね。ぜひ、ぜひお願いします。マッチングしたよ。なんだろう、一度に来る車の数を増やすとかってできないしな。あと個人的にやっぱりなんか詐欺をやってくれる人が欲しいな。でないとなんか自動マッチングアプリみたいなのないのかな。いってらっしゃい。もしくは自動お世話なんか。おい、144、素晴らしい。評価ポイントだけどんどん上がってくる。お金は入らない。やっぱね、お金を重視するんだったら、もうどん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 犬猫助けて、どん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 もう、なんか多少マイナスがあっても、どん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 ね、こう、引き合わせていくみたいなことをすればね、おそらくお金はすぐ貯まるんだよ。けど、それをやったら、ね、実際の、こうね、なんだろう、実際の
は設置がないから多分ソロなんだけど、でもゲームだからね、せめてそこはね厳密にこうやっぱりちゃんとね探してってあげたいよね。まずレベルアップするんだとするんだったらオフィスかな。施設売れば多分お金プラマイで、あ、だめだな、だっけな、保存しようということで、本日はこれで終了いたします。またね次回の動画でお会いしましょう。いやー、このゲーム面白いんだけどね。そう、なんかねワニが出るらしいんだけど、ワニが出没したって言うらしいんだけど、対してこうなんかね、違うの、これじゃないの、こっちか。多分まだね、多分完全にこうアップグレードしてないからだけど、 PV 見た時はワニもいたんだよね。爬虫類まで多分 いけるようになるのかな。どうなんだ。まあ、とりあえず、この辺で終わりたいと思います。これあんまり使ってないよな、プリンターな。では。ああ。この子ね、大変だったんだな。すごい見つからなくて。すごい見つからなくて大変だった子なんだよ、確か。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。なんかいいところまた、こう。じゃあ。子猫エリアのところがちょっとなんか可愛いから行こうか。子猫エリア。さようなら。